警察によりますと、別府市に住む80代の女性は今年1月、SNS で日本人の男を名乗る相手と知り合いました。メッセージでやり取りを続けるうちに相手と親しくなった女性は3月ごろ金に投資すれば安定した利益が得られるなどと投資話を持ちかけられました。信用した女性は指示に従い紹介されたプラットフォームに登録投資名目で30万円を 金融機関の窓口から送金しました女性はその後さらに相手から暗号資産で投資した方が税金を払わずに済むなどと言われ先月27日までの間に11回にわたって相手に暗号資産およそ6700万円分を送り騙し取られました女性から連絡を受け不審に思った家族が警察に電話し被害が判明しました